前回までのリトルナイトメアは病院をさまよう子供たち、たくさんの人形から何とか逃れさらに地下へと進んでいく。そこに待ち受けるのは新たな敵。なんだ、何がいるかわからない。え、ちょっと、ビビった。え、ちょっ、ちょっとあの、なんていうんですかね、この先生、あの重力っていうか、そのそれどういう お気持ちでその天井に。え、これなんだ、隠れながら行けってことかな。ここ大丈夫、こことりあえず見つかんない。ん、あっちに行けってことかな。うお、シュ、ここ大丈夫。何してんの。いや、これなんかステルスっぽいな。隠れよう。あ、やばい。ちょっとごめんなさい。あはーい、ごめんなさい。そうですね。ちょっと大胆に行き過ぎましたね。はい、ここ見つかんなかったな。あ、じゃあ、あの台の下に行くんじゃなくて、あっちっぽいな、あの右側にある箱に急いで行ってくださいって感じな気がするな。へえ、なんで、なんで、ここ大丈夫よね、ここは大丈夫。あの作業してるうちにあっちの右の箱に行きましょうぜって感じだと思うんですけど、よしよしよし、あっち行った。あー、でもなんか大丈夫かな、視界的に。何してんの、お人形をなんか、なんか、あ、作ってんのか。あ、すごいな。あー、つまりあのさっき戦ってた人形たちはこのマッドドクターによって作らされたものたちですっていうことですかね。はい、ここに行きますと。え、取った、さっきつけたのに取った、なんてことするの。え、それでこっち行けってことかな。ん、なんかよくわかんないな。ふん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 。怖いです先生、息荒いです。やっぱちょっとその無理な体勢が良くないと思いますね、私的には。よし、うぅ、さて、これ、うぅ、なんで空中ぶら下がってるの。ちょ、なになに。あ、びっくりした。でもなんか機敏ですよね先生。よしよしよし、この調子で、この調子で。なんかあの雲みたい、雲。まあでもあの学校の先生も首伸びましたからね、この人もなんかいろんなとこが伸びる可能性はありますよ。え、これどうすればいいんだろう。隠れて、ん、あそこになんかボタンがありますね。あれ、ボタンを押さなきゃいけない。え、ちょっとここ大丈夫、ここ大丈夫なの、本当に本当大丈夫。よし、いいぞいいぞ。ボタンを、あれっぽいな、あの奥にある積み木みたいなのを多分取らなきゃ。ちょいい。え、私は石です。ちょっと先生、あの荒ぶりすぎだと思います。あのやっぱ
神経過敏になりすぎっていうか。それちゃんと患者見れてる？ちょっとあっち行ってほしいな。あ、よし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 。はい、よしよしよし。で、こっち行って。そんで、あ、危ない危ない危ない。あっぶねえ。それで多分これを取って、戻ってみたいな。今行けるか？よし。はい。ふぅ。素晴らしいコソコソ具合。いや、これ慎重に行こう、これ。多分見つかったら即死。見つかってない！大丈夫！フェイクだ、フェイク！あっち行ってー！よし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 。よしよしよし。いいぞいいぞいいぞ。こそ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 って。そんで、あれ？ちょっとなんか詰まってんな。よし。こうして、はい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 。ここ、あ、ちょっとこうして、え、でもこれボタンやったらバレそうだけどな。間違えた。あれ、なんかうまく、え、ちょバレた。あっち行った。バレてる？バ。え、バレてない？いや、シックスちゃんがここにいるってことは大丈夫っぽいな。よし。え、どうすればいいんだろう。え、でもどうすればいいかわかんないな。今のうちにあっち行くのかな。あれ？あ、いなくなった。うふう。バカめが。それで、ああ、ここかな？ここ登ってくださいってことか。なんという迷いない進み方よ。ああ、次の敵はあいつか。先生か。あ、先生続きですね。学校の先生に続いて、お医者さんという先生。うん。え、これまたなんか来るんじゃない？これ。どうせ来るっしょ。こういうとこは来ます。え、この、大丈夫？ここの穴とか怪しいよ。ドーンとか言って。あ、え、ちょ。来てるな。え、これライトつけない方がいいか。あ、ライトつけたらバレちゃうかな。消していくか。見えるもんね。そんで？あれ、いない。いや、でも、バーンとか言ってね。あの手みたいな感じで来る恐れがありますから。あ、来ないな。意外。次かな。むこれなんかしなきゃいけないかな。これは、あ、ここから降りてくださいってことか。青どうすればいいんだろう。あの人はいませんと。はい、こっち行けそうだな。こっち、ん、なんだなんだ。左も行けるけど右は、あ、鍵がある。あー、鍵取っていかなきゃいけない系のやつか。ってことは、ん、あ、え、こっち行けんな。あ、こっち行けるけど、ドアが開けられませんと。ということはですよ、これ、引いたり、あ、引けますね。引いて、ジャンプ。あ、それで、ん？これ入って、あ、あー、はい。協力プレイか、再びの。で、それで、え？どうすればいいんだ。でも先生はいないな。なんか謎解きっぽいな、これ。あ、待って、あそこに鍵がありますね、あの、
左側、あそこに行かなきゃいけないってことだけど、どうやって行くかだな。このゴミ箱とか動かせないと。なんか、あ、この辺かな、これとか引っ張ったり、あ、引っ張れる。でもなんか病院にはめっちゃ人形がいたけど、この足人間っぽいですもんね。何なんだろう、人間を、人間を人形にしてますみたいな。わかんない。いや、ここまで来たのはいいものの、どうしたらいいんだろう。落ちちゃった。いや、多分、待って、わかった、これっぽいな。これ引っ張って、はい、なるほど、把握。今ね、すべてが解けましたよ。多分これ、ちょっと、ジャンプで、はい。よしよしよし。この状態にして、もう一回、さっきの、これ戻りますと。よしよしよし。OK! そんで、よかったー。鍵ゲット！よいしょ。取りますと。そんで、シックスちゃんと合流だな。シックスちゃん、鍵取った。これ、またあれしてくれる？いざなってくれる？あ、いいね。よし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 。シャ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 。ん？よし。はい、行こう。手をつなぐわよ。これでこれを使いますと。あれ？あれ？鍵使え、ああ。なんかこの鍵の判定が、待って、これ押しますと。む、なあ、またなんかしなきゃいけない感じかな。閉まっちゃった。なんで、押せてなかったのかな。ぐいーっと、よしよしよし、びっくりした。なんかバグが起きたかと。これはですね、なんか多分この棚を登ってってことかな。これ普通に登ればいいのかな、こう。よしよしよし、オッケーで、これ横行って、上行っ、上行き、やばい、シックスに抜かされる。負けるものか。はい。そんで、こっちか。ジャンプ。はい。いや、シックスちゃん、ほんと身軽ですよね、なんか。そんで、上か。下かと思いましたね。よしよし、行くぞ。さっきのお医者さん絶対また出てくんな。どうにかしなければ。ちょっと待って、なんかすごい音がする。これまた出てくんな。いたな。何してんだ。なんでこの人は重力に逆らっているのかっていうか、待て、あの右奥にあるのバッテリーっぽいよ。でもあんなところにいられたら取れないよな。どうしよう、先こっち行くのかな。ちょっとよくわかんないな。切り刻んでる。やばー。こっち来るか。こっち、今なら行っても大丈夫かな。バレてない。視界入ってない。
あ、この左側も行けそうだな。これ協力プレイ行けますか。やった。はい。よし。はい。はいよ。はいよ。よし。ん？なんだ？え、あいつ、動き出す人ですか？ライトつけとくか。いや、ん？あ、これなんかしなきゃいけないな。ということはですよ。なんだ、動かないのか、あいつは。もうこれ一択って感じ。これ、登って、ん？なんかいまいちよくわかんないけどな。あ、これでレバーを引いてくださいってことか。え、こっから落ちていいのかな？よし。え？ちょ、え？待って。来てない？なになに？どうすれば？え、これ今移動して大丈夫？あ、よし。あ、バレてない。あ、今あの人は、心肺蘇生に夢中なので、今は大丈夫ですと。よし、合流。あ、この調子にあれか。なるほどね。で、今ならあれなんじゃない？走ったりして大丈夫なんじゃない？あ、了解。そんで、了解。はい。共に引っ張ろう。こうして、あれ取って、ちょっと大丈夫でも、ギャーとか言って、来ないかな。はい。よし。そんで、よし。これ取って、早く行こう。よし。こう行って、よし、いいぞ。はめよう。はい。え？何？来たか。おお、ちょ、シックスちゃん待って、シックスちゃん。スライディングか。オッケー。ちょっと。いや、ちょっと、面目ね。いや、なんかね、なんか、操作感が鈍いんですよね。はい。いや、いいよ、さっきより早い。よし。はい、いいよ。いいよ。え、どうすればいいんだ？こっちか。よし、いいよ。で、すぐに、こっちだ。よし。はい。よし。急げ。危ねえ。おお、ちょっと。あ、やばい。今ちょっと詰まった。大丈夫か？やばい。どこ行けばいいんだ？ちょ。どこだ？あ、シックスちゃんいる。どうすればいいの？ちょっと。どうすればいいんだ？どっから？最初から？ああ、よし。ああ、やった。よかった、こっからだ。なんでシックス、なんかどうすればいいかよくわかんなかったな。はい、どこ行けばいいんだ。この奥か、こっちか。あ、ちょっと待って、詰まった。ちょ、あ、おお、ちょ、これ、どうすんの。これ、こっから出
られる出られる出られる、ええ出られない、ええどうすればいいか分かんなかった。えやばいやば、死にまくってる。負けないぞ。入ってそんで、ああそこあれかな、取らなきゃいけないのこれ。よしよし、あ、これで、はい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 、出ます。よしよしよし、あ、は、はいはいはい、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、はい、ちょっと、あれこれ、あれシクシャの、あ、なんということだ、人の丸焼きを今目撃している。シクシャなんかあったかーいみたいな、ちょうど寒かったんだーみたいな、すごいなんか穏やかな音楽流れてますけど、混乱してますね。まあいいか、あ、先生ちょっとひどいもんね、一緒に座るか。え、これどうすればいいんだろう。これで倒したってことなのかな。ん？こっちかな。あ、え、シクちゃん行こう。ああ、めっちゃあったかーいみたいな、ちょうど濡れてて寒かったんだーみたいな。手つなぐわよ。んでこれかな。いやでも先生倒したぞ。いやでもちょっと残酷な、あれ、はいはい、いつもの頼むぜ。やったー、え、待って、めっちゃ難しかった。もうね、難しかったよね、多分いっぱいカットだね。いやー、サクサク。でもなんかすごいちょっと感動的な音楽が流れてますね。どうなるんだろう。これはまたあれかな、ちょっと一章クリアしましたみたいな感じかな。どうだ。んー、でもまだ病院っぽいですけどね。行こう。待って、先生怖かった。お、でもなんか敵はいなさそうな、あ、待って、あそこさ、ほら、あそこまた自動販売機あるよ。出てる？あ、出てるね。1、2、あれ2個までか。あ、2、ちょうど2人分やないかい。これで祝杯をあげようぜ。え、やだーみたいな、悲しいな。え、これ意味ないのかな。病院の待合室的な。もうここの人たちは動きませんと。え、自動販売機があるってことはなんか使いそうだけど、あれ、あ、そんなことないのか。よし、行こう。あ、もう病院はここで終わりって感じかな。あ、これまたあげるやつじゃない。はい、ふう、新しいとこ来たな。これは、あ、靴がありますね。なんか最初の廃墟にすごい似てますね。また廃墟に戻りましたみたいな感じかな。え、でもなんかすごい穏やかな音楽が流れてる。なんていうのかな、ちょっと今までにはない感じですけどね。お、なんだ、洗濯物みたいなの干されてんの。これ電気、あ、つけられんじゃん。お、お、なに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 なんだ。これまたあの
洋服だけが残されるパターンが発動してるな。お、え、なんか人が落ちてきてるってこと？自殺？やだ。お、え、ちょっと、やっぱほら人ですよこれ。え、人形じゃないっぽいもんな。なんだなんだ。気持ち悪い街だな。でもなんかすごい甘ったるい音楽流れてる。何？電気消した方がいいか？シックスちゃん、手をつなぎましょう。なんだ？でもなんかおどろおどろしい。ちょっと。何このいろんな人が。こっちかな？こっちか。おお、やべやべやべ、はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。いかがでしたでしょうか。それではですね、今回もラーメン好きの私が紹介するおすすめのラーメンを食していきたいと思います。今回いただきますのはこちら。ちょっとね、一袋もうすでに食べてごめんなさいって感じなんですけど、こちら札幌米風亭の油そばです。こちらを食します。はい、できました。こんな感じ。どや、あの家にね、あんまり具材がなかったんで、まあ卵とネギ、あと食べるラー油をちょっとだけ入れて鰹節をかけました。いただきます。卵を潰す瞬間をみんなで分かち合おう。今日ちょっといろいろあって、現在時刻は夜の7時半です。ですけれども、朝から何も食べてなくて、これが私の一食目です。うますぎる。うますぎる。味はですね、本当にこうちょうどいい噛みバランスっていうか、醤油味もしっかり効いてて、油の味も油そばだからね感じられるんですけど、強調したいのはね、決してねコク深いけどくどくないんですよ。こう最初はいいけど、ちょっと途中からきつくなるみたいのあるじゃないですか、油っぽすぎて。それじゃないっていうことですね。もう好きすぎて熱く語っちゃう。あの、この味が好きすぎて、米風亭レシピ再現みたいな感じで、再現レシピをね、作ってみようとしたことあるんですけど、なんかね、こう、やっぱり違うんですよね。何かが入ってんのかな。もうみんなに食べてほしい、この味。なんか、なんていうのかな。語彙力。最近の私の悩みはこのね、ここにテーブルがあるんですよ。あ、映ってないよね。もっと。ここに。でも、この、だからその、画面とラーメンを共存させられない？これどうすればいいの？みんなどうやって撮ってるんだろう、ほんと。ちょっとだから手で持ってるんですけど、あの、ほんとはね、あんまり行儀良くないかもしれないけど、お許しください。ごちそうさまでした。ふう、映ってる？映ってるね。うん、最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。